見間違いじゃにゃいよね。お姉ちゃん、尻尾が2つ生えてない？ええ、見間違いではありません。2つ生えていますよ。触ってみますか？ふわー、じゃあ分かれ目のところって痛む？どっちが先に生えてきたの？寝てるとき意思に反して暴れ出したらどうするの？それは…あれ、答えにくいことだった？私、尻尾が2つ生えてる人って見たことないにゃ。リオナ、誰と話してるんだろう？あの子の服装からすると稲妻から来てるっぽいけど…そう慌てないでください。あなたもすぐ尻尾が2つ生えてくると思いますよ。私も尻尾が2つ生えてくるの？はい。あなたも妖怪でしょ？もう人間の姿に化けられるなんて、きっと妖力が強いのでしょうね。私も木登りをしている時にいつの間にか尻尾がもう一本生えていました。私みたいなのを人々は猫股と呼ぶとか。妖怪？猫股？違う違う、勘違いにゃ。この耳と尻尾は私たちカッツェレイン一族の血統を象徴したものなの。え？モンドの妖怪じゃなかったのですか？モンドにはそんなのいないよ。お姉ちゃん、初めてこっちに来たの？はい、会社の業務拡大のおかげでこうして違う都市に行けるようになったのです。おしゃべりに夢中になっていて、次の配達時間に遅れてしまいそうです。カッツェレイン一族のディオナさん、お荷物は確かに受け取りました。コマニアをご利用いただき誠にありがとうございます。うん、時間があったら遊びに来てね、お姉ちゃん。稲妻では妖怪しか尻尾が生えてないのかにゃ。